消費税の減税についてこれ時間がかかるからこれやれないんだというご説明もされてますよね。資料の28、これ総理も野党の第一党もこれ消費税減税は時間がかかるんだって言うんですよ。で、自民党の茂木前幹事長に至っては消費税の減税には半年から1年かかると具体的に発言されてます。総理、消費税の減税は時間がかかるんですか、教えてください。岸田内閣総理大臣。消費税の減税、各国とも事情は様々であります。ドイツや英国においては付加価値税、税率の変更の際に、総額表示義務のもとに、価格設定、価格変更のタイミング、を、判断するということであります。日本においては消費税最終的な負担消費者に、転嫁するという考え方のもとに、制度が出来上がっています。この変更にあたって値札の貼り替え、システム改修、相応の準備が必要である。事情は大きく異なっていると認識をしております。山本太郎君。各国比較に対して答えてくださいって言ったわけじゃないですよ。官僚挟み込む神、間違えてません。次いきますよ。はい。減税の発表から議会での法的手続きなど、減税の実施までにかかった期間はどれぐらいだろうな、どれぐらいなのか、海外で消費税、付加価値税とも呼ばれるんですけど、4カ国の事例で教えてください。国立国会図書館深澤専門調査員。先生からお示しいただきました4カ国のそれぞれにつきましてお答え申し上げます。まずイギリスでございますけれども、レストランなどにおける飲食の提供、それから宿泊サービス、娯楽サービスには、通常であれば付加価値税の税率として標準税率の 20% が適用されることになっておりますが、コロナ禍の下では2021年の9月までの時限措置として 5% の軽減税率が適用されておりました。この時の付加価値税率の引き下げですけれども、2020年の7月8日に公表され、それから7日後の7月15日に行われております。続きましてドイツですけれども、やはりコロナ禍の下で2020年の12月までの時限措置といたしまして、付加価値税の標準税率が 19% から 16% に、また軽減税率は 7% から 5% に引き下げられておりました。これらの税率引き下げですけれども、2020年の6月3日に公表されまして、それから28日後の7月1日に実施されました。さらにアイルランドでございますけれども、2009年12月9日に付加価値税率が 21.5% から 21.0% に引き下げられるとの公表がなされまして、それから23日後の翌2010年1月1日にそれが行われております。最後にマレーシアでございます。2018年5月の下院議員総選挙で付加価値税の廃止を掲げる野党連合が勝利いたしまして、政権が交代しました。そうした中、その年の5月16日に付加価値税率を 6% から 0% に変更することが新政権によって公表されまして、公表から16日後の6月1日には実施に移されております。以上であります。山本太郎君。はい。イギリス7日、ドイツ28日、アイルランド23日に、マレーシア16日、日本は値札付け替えるのに時間がかかりましてね、減税まで半年です、1年です。こういったボンクラ議員は引退すべきですよ。やる気がないだけじゃないですか。さっさとやってくださいよ。総理、消費税が社会に及ぼす悪影響、何が考えられるか教えてください。岸田内閣総理大臣。消費税については、消費税、社会保障の財源と日本国においては位置づけられています。全世代型社会保障制度、少子高齢化の中で構築していく中にあたって、この財源を大事にしなければいけない、そういった観点からこの減税は考えていないと申し上げています。弊害というよりはこの消費税そのものの位置づけ、日本における位置づけを考えて、減税は考えていないということを申し上げています。それから先ほど来いろいろご指摘いただきました、一つ一つ反論はしたいところでありますが、所得倍増についてもそういった取り組み続けているからこそ、来年に向けて賃上げこのが重要だということを申し上げております。資産倍増ということについても、NISA の
このスタートを来年に控えて、ぜひ中間層の可処分所得、これをしっかりと拡大していきたい、こういったことを申し上げているわけでありますし、また企業の配当が高いというものがありました。これはまさに企業のこの成長の果実をどう使うのか、賃金と投資に振り向けてもらいたい、こういった循環を作ろうと申し上げているところでありますし、賃上げ税制についてもこれ活用が少ないではないか、こういった指摘の中でぜひこれ来年度に向けて赤字企業においても活用しやすい制度の改革、これも予定しているところでありますし、また防衛力強化についても大企業優先ではないかということでありますが、防衛力は大企業だけではなくして部品等を作るこの中小零細企業、この全体のサプライチェーンを充実することが我が国の防衛力強化につながると思います。中小零細企業も含めて、しっかり支えていく取り組みであると認識をしております。山本太郎君、はい、消費税の悪影響も喋れないんですね。ごまかしばっかりじゃないですか。ペラペラの答弁ですよ。資料の30、内閣府の四半期別 GDP 速報、97年以降3回の消費増税、その直前の四半期と翌年同期を比較、実質民間消費の減少額は、同じ方法でリーマンショックによる減少額も教えてください。内閣府野村経済社会総合研究所次長、お答え申し上げます。1997年4月の消費税率引き上げの直前の四半期、97年1、3月期と翌年98年1、3月期を比較をいたしますと、98年の1、3月期は対前年でマイナス 7.5 兆円であります。2014年4月の引き上げ時は、2014年1、3月期と2015年1、3月期を比較しますと対前年でマイナス 10.6 兆円であります。2019年10月の引き上げ時は、2019年7、9月期と2020年7、9月期を比較しますと、2020年7、9月期はコロナが広がった時期に当たりますが、マイナス 18.4 兆円であります。また2008年9月のリーマンショック時は、2008年4、6月期と2009年4、6月期を比較しますと、2009年は対前でマイナスの 4.1 兆円でございます。山本太郎君、はい、消費税増税するためにリーマンショック以上の影響を及ぼしてるんですよ。経済災害です。そこから回復するまでにどれくらいの期間がかかりましたか。資料31、内閣府、先ほどのデータで97年から2019年、消費増税後の落ち込みが増税直前のレベルに回復するまでかかった期間は、同様にリーマンショックも教えてください。内閣府野村経済社会総合研究所次長、答え申し上げます。駆け込み需要で押し上げられた水準に向けて回復するという測り方は通常してございませんが、数字上同等の額に達した時期ということで申し上げますと、97年1、3月期の季節調整済み実質民間最終消費支出 267.2 兆円を超えましたのは、3年9ヶ月後、金融危機等の経た後の2000年10、12月期の 269.7 兆円であります。2014年1、3月期の 310.5 兆円、2019年7、9月期の 304.8 兆円は、直近の2023年7、9月期の民間最終消費支出は、実質が 294.7 兆円、名目が 318.9 兆円であり、名目では超えておりますが、実質では超えておりません。からリーマンショック時につきましては、リーマンショック直前の2008年4、6月期の288.0 兆円を超えましたのは、1年9ヶ月後の2010年1、3月期が 288.8 兆円であります。なおリーマンショック時は厳しいデフレとなりましたので、名目で超えましたのは5年後の2013年4、6月までかかっているというところでございます。山本太郎君、リーマンショック回復までに1年9ヶ月かかった。消費税 5%、 増税前に回復するまで約3年9ヶ月。消費税 8%、 5年経っても増税前には回復せず、回復しないまま2019年 10% に増税。消費税 10%、 増税前の水準には4年経っても回復していない。これみんなを貧しくしてるんです。